本項目では、和歌山県日高郡稲美町に所在する九十九王子について述べる。九十九王子とは、熊野古道、特に、黄色、中辺地沿いにいまする神社のうち、主に十二世紀から十三世紀にかけて、皇族、貴人の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主言の手で急速に組織された、一軍の神社を言い,い、参詣者の守護が祈願された。 しかしながら、1221年の上級の乱以降、京からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と対転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は、一層進み、近世紀襲藩の手による検証も行われたものの、勢いをとどめるまでには至らなかった。 さらに、明治以降の神道の国家神道化とそれに伴う、合詞、死街化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら99王子のうち、否定地が稲見町にある王子を扱う。稲見町の99王子は4社。上野王子から国道42号を降り、陸側の路地に入ったところに、つい王子がある。 熊野道行きまぐき県人元年10月11日以上に、遂の王子とあるが、熊野参り日記には、王子の名は見られない。近世には、と王子と称されたと見え、貴族風土記や、貴名所杖にこの名が見られる。貴族風土記は、追領から因波に潜座されたと記しているが、旧地は、定かではなく、和歌山県成績は、 現在地から1キロメートルほど北西にあたる地王子でなる場所を旧社地としており、かつて工事の際に河原や土器が出土した。1908年、山口八幡神社に合祀され廃絶し、当寺神社旧石と記された石碑と神社林の名残が残されている。長子亭史跡イカルガ王子イカルガ王子は、南南部の三つ川地区に否定される。 中期天人2年10月20日上に、イカル王子、熊野道行間ぐき兼任元年10月11日以上に、イカルが王子と見えるが、熊野参り日記には見られない。貴族風土記は、不王子の名で記録し、中世三景記にある、イカルカ王子の跡であるとし、紀の国名所図は、三河川の地名が、イカル川から転化したと記している。 江戸時代以前は、紀勢本線の線路を挟んで、反対側の大将軍舎と呼ばれる場所にあったとみられ、丸石をご神体としていたと伝わる。1908年に、山口八幡神社に合祀されたが、1950年に、分祀され、現在に至る。長子帝史跡。霧目、中山王子霧目王子から、旧街道沿いに、東南へ進んで、 紀勢本線の線路を越え、えのき峠のやや手前にある中山王子神社が、切り目、中山王子跡である。熊野道行きまぐきには山を越えて参形したとあるため、移転させられたと見られるが、旧地は定かではない。えのき峠を越えた中山屋におじや谷と呼ばれる一帯があり、その地名から、旧社地であると、考え定めされている。県指定史跡。社前には、 様式から見て、室町時代初期の作と推定される大小2期の佐賀西方教院等があり、小指定文化財。稲見町役場公式サイト内。ありがとうございます。